はいどうも、いつきんです。本日の動画は、昨日アップデートがありましたエピソード4のラスボス攻略を解説していきたいと思います。いや、いつもね、エピソードのラスボスはめちゃくちゃ強いんですけども、今回のボスもやばいぐらい強い。エピソードをあんまり進めてなかったのもあるんですが、朝までかかってしまいました。今回はこの瑤然たる塩の攻略を解説していきたいと思います。はい。というわけで、いつも通りボスにはギミックが満載となっております。スキル説明が長々と書かれていますが、こんなもん読めたもんじゃないという人がね、多いんじゃないでしょうか。なので、今回は攻略に必要な部分だけを簡単に解説していきたいと思います。まず一つ目に、塩は確定スタン攻撃を持っています。この攻撃はナイトが編成されていれば優先してナイトに使ってくれるので、必ずパーティーにナイトを編成するようにしてください。二つ目に、ジオと取り巻きにはデバフを2つ以上付与しないとダメージが70%カットされてしまいます。デバフを2つ付与できるキャラと全体攻撃をできるキャラを編成して、取り巻きとジオに効率よくダメージを入れてください。三つ目に、敵、味方のターン開始ごとに瑤然たる気配というデバフが一つずつ溜まっていきます。カウントが4になると、ジオが全体裂傷攻撃を打ってくるので、4になる前に解除する必要があります。解除方法は、混力を使った攻撃を使うことでリセットすることができます。敵のカウントに関しては、4になる前に倒すしかないので注意してください。頻繁に混力を使うことになるんですが、取り巻きの奥にいる魔力塔を殴ることで、混力を3ずつ補充することができます。全体攻撃できるキャラであれば、本体を殴りつつ混力を回収できるので効率的です。最後に、ジオの HP が40%以下になると、強制的に全体裂傷攻撃を打ってきます。ここからは魔力塔もなくなってしまって、混力の補充が難しくなるので、スピード勝負になります。2回目、3回目と全体攻撃を使われる前に素早く倒してください。細かな注意点として、ジオは沈黙付与も行ってくるので、混力攻撃はスキル1についていて、混力10使用のキャラがおすすめです。また、全体裂傷攻撃は一撃で死ぬものではないんですが、できれば40%以下になった時の1回に抑えないと後半間に合わなくなります。また、全体裂傷攻撃はジオ以外の全員のバフを奪う効果もついているので、40%になるタイミングで無敵などの盗まれると困るバフを付与しないようにしてください。今回攻略に使った編成は3つあるので、一番やりやすかったパーティーで解説をしていきたいと思います。残り2つも動画だけは流すので参考にご覧ください。まず1つ目が、ペイラ、ヒシャル、メルセデス、ヒアカテスのパーティーになります。メルセデスとアカテスは固定してください。ペイラとヒシャルの部分はエンジェリカ、ベリアン、ヒカリビビアン、コーリシャルなどと入れ替えが可能になります。二つ目の編成は、ラス、ベリアン、メルセデス、ヒアカテスとなっています。こちらもメルセデスとアカテスが固定。ラスとベリアンの位置は、コーリシャル、ヒカリビビアン、ヒシャルなどと入れ替えが可能です。エンジェリカでもいいんですが、少々火力が不足するかもしれません。最後の編成は、先ほどの編成の入れ替えバージョンとなっています。ヒシャル、ベリアン、メルセデス、アカテスのパーティーで行っています。はい、それでは1つ目の編成見ていきたいと思います。個人的にはこれが一番やりやすくて、3、4回試したんですけど、比較的成功率が高かったので紹介します。ペイラを使うことで、強化負荷とか束縛を入れれるので、ジオのゲージアップがですね、ちょっとめんどくさかったんですけど、それを防ぐこともできるということで、結構適性はあるんじゃないかなと思います。デバフを2つ、入ればね、ラッキーぐらいなんですけど、入れたらあとは全体攻撃で攻撃していくと。大体デバフが2つ入ってカットされなければ半分ぐらいね、
取り巻きの HP 削ることができます。でスタンはシャルで受けているのでスタンを解除してあげてシャルで全体攻撃を打っていくと。メルセデスとシャルはかなりね相性良かったので取り巻きをねすぐに倒すことができたので非常にね楽に攻略できました。でペイラはねひたすらターン回せばいいので、まあ、取り巻きにデバフが2つ入ってなければスタンを入れに行ってもいいですし普通に奥のね魔力刀を殴って根力を回収してもいいと思います。結構ねペイラはやっぱり早いので比較的動きは自由にできました。さあで、デバフのカウントの方なんですがアカテスは3か4で解除できれば問題ありません。シャルに関しては2か3ぐらいで解除するようにしてください。メルセデスは一番注意なんですけどスキル2が打てるタイミングは必ず根力を使うようにしてください。メルはねスキル2に根力がついてるので下手をするとねクールタイム間に合わなくなってしまうので使えるタイミングで必ず使うようにしてください。さあ今回も根力を使って打っていくと。でアカテスは今回3でね根力を使ってカウントをリセットします。であとはですね、まあ、まだねジオの HP が半分以上あるんですけど 40% 近くになったらちょっとね注意しながら火力を出していきます。さあペイラで、このね護衛も結構ね便利でナイト枠がシャルになっているのでダメージカットがついてないんですがその辺をねペイラでカバーできます。さあ素早く取り巻きを倒せているので非常にね楽に動けます。とにかくこの半分 40% 切るまではいかにねジオに熱傷攻撃を打たせないかが重要になってきますのでなるべくね取り巻きを倒してで自分のデバフのカウントは必ずね4に行く前に解除するということをしていれば 40% まではね結構楽にいけると思います。結構こっからがねまた苦戦するんですけども、まあ、削っていきましょう。僕もね 40% 切ってからを数回やり直してね、いろいろと苦戦しておりました。さあで取り巻きが出てきたら必ずペイラのスキル2を打つようにしてください。取り巻きが出てないタイミングであればペイラのスキル2は打たなくても大丈夫です。あくまで取り巻きにこのデバフを入れるという役割になってます。今回2体入ってるので、これもね手早く処理できそうです。さあ根力使ってメルセデスのスキル2で全体攻撃をしてでその後シャルですね。でタイミング的にちょっと怪しいんですがまあ多分まだ大丈夫だろうということで、次のねターンに根力を使います。まあ、正直ここで打っても全然問題ありません。あんまりねそこまでシビアではないので、まあ、2か3ぐらいで解除できれば OK という感じになってます。さあ反撃も出ていい感じに処理できてます。さあ余裕があるときはしっかりと魔力刀を殴って根力を補充してください。でシャルは根力使ってここでカウントリセット。さあこれで味方はねカウントは大丈夫そうです。で 40% 切ったのでここで全体攻撃。さあ今回ね失敗してしまってこれ敵にね無敵奪われてます。これね注意してください。クリアできないわけではないんですが結構戦いきつくなるのでちょっと注意が必要です。ただペイラであればこのようにね解除することもできるので、まあ、今回はね強引に突破したんですがなるべくアカテスの無敵をねあのターン張ってないように調整することも必要になってきます。なのでここがほんとシビアでね難しい。 40% 切るところが何回かやらないとうまくいかないかもしれません。
さあ、あとはもうスピード勝負です。相手がスキル、どんどんね、カウントが溜まっていくので、もうこれ解除できないので、ひたすら相手のこのカウントが溜まる前に削り切ると。まあ、火力チェックとね、俗に言われるものなんですけども、ここからはほんとスピード勝負になってくるので、とにかく頑張りましょう。さあ、これ2回目撃たれてしまいました。できればね、もうこのターンで倒しとかないと結構きつくなってくるんですが、まあまあ、2回目は許容範囲、ギリ許容範囲ぐらい。なので、ちょっと3回目来たら怪しいかなぐらいになってます。さあ、ダメージで死んで、かなりギリギリ。これでもね、結構ギリギリです。やっぱりここでね、デバフ2つ入れれば、与えるダメージも増えるんですが、ちょっとタイミングがね、合わなかったので、地道に削っていくしかありません。さあ、シャルが死んで、このアーディンは NPC のアーディンですね。NPC のアーディンめっちゃ弱いんで期待しない方がいいです。今回もねギリギリなんですが、このアーディンが動く前にメルセデスで攻撃して、さあペイラで一応ダメージカット護衛を張り、赤鉄は無敵で守り、ジオの攻撃を1回受けて、メルセデスでとどめを刺すという感じで、ギリギリで勝てました。はい、というわけで1つ目の編成見ていただいたんですが、いかがだったでしょうか。ペイラをね、持ってない人も結構いると思うんですけど、まあ、キーとなるキャラはアカテスとメルセデスの2人なので、まあ、この2人を固定して、残りの2枠をフレンドで1人借りるとか、工夫をすると組めると思いますので、ぜひね、試してみてください。そして残りの、2枠、アカテスとメルセデス以外の2枠を入れ替えた編成、残り2つね、あるので、そちらも動画だけね、流しますので、参考に見てみてください。救いがない。まだまだだ。アルナ、メルセデス、準備完了しました。虚無にそこまで。愚かないぞ。相手をする価値があるのは、私はするべきことをするだけ。理解や納得を得たいわけではありません。愚かない。もっとよく見せる。まだまだだ。治癒の力でお助けします。優しくすればほら治っちゃうのです。やるな、やるな。これは震えるぜ。愚かない。どうだ。まだまだだ。やるな。これは使うしかないというのな。どんな運命でも俺を止められはしない。よいぞ。愚かない。決まるな。それをよいぞ。愚かない。はい。よいぞ。愚かない。負けられないのです。ごめんなさい。お待たせしました。耐えてみせる。何が望みなのでしょう。では。よろくない。おじさん、シャフルに折れた。命令により力を解放します。そこ。やるな。治癒の力でお助けします。クールクレス。さあ。翼を広げるのです。さあ、まだまだだ。もう愚かない。やるな。大吉、やるな。命令を
がくのですか。支援を求めます。よく愚かなり。連携を命じられました。私が出なければなりませんね。まだまだだ。やるな。やめて。やるな。愚かなり。よし、行こうか。うまくいくと思うよ。愚かなり。まだ。メルセデス、準備完了しました。すべて女神様のために。光を。ギャー。この程度だろうか。待機中、命令を。愚かなり。始めようか。これでどうだ。まだ。もっとよく見せよ。やるな。負けられないのです。今だけでも私に勇気を。相手をする価値があるのです。では。よいぞ、愚かなり。俺が守るよ。悪の役所だ。浄化の炎よ。よいぞ。命令により力を借りなします。敵を焼き払って。愚かない。まだ壊れてくれるの。やるな。戦うしかないというのならこれでも来ない。愚かない。命令を命じられました。治癒の力でお助けします。お守りください。どうするのが良いでしょうか。ポリティアに存在するものは全て私の統制下にあります。愚かない。耐えてみせる。まだ。彼に。やるな。メルセデス、準備完了しました。カルヌ、俺が守るよ。はあ、まだ。さあ、やるな。待機中、命令を。やるぞ。愚かない。すべて女神様のために。優しくすれば、ほら、治っちゃうのです。まず、あがくのですか。はい。愚かない。時間の浪費は許さない。まだ。やるな。よし、行こうか。手伝ってくれ。私で大丈夫ですか。カルヌ、メルセデス、準備完了しました。やるな。何が望みなのでしょう。愚かない。私が出なければなりません。救いはない。まだ。愚かない。負けられないのです。わ、女神様。命令により力を解放します。次元の彼方から。虚無に引き込まれ。よいぞ。恐れることはない。すべてはいずれ虚無に帰る運命にある。やるな。相手にする価値があるのですか。おぐしたくどに折れたですね。治癒の力でお助けします。お祈りの時間ですよ。どうだ。やるな。カルヌ、メルセデス、準備完了しました。愚かない。良いぞ。始めようか。うまくいくと思うよ。愚かない。良いぞ。どうするのが良いでしょうか。子としての活動は不要。素材として活用いたします。愚かない。この程度だろうか。やるな。良いぞ。愚かない。全ては女神様のために。ごめんなさい。お待たせしました。待機中、命令を。愚かない。戦
戦うしかないと思われながら生命の太陽よ。愚かなりもっとよく見せよ。愚かなり命令により力を解放します。ブレイジングブラスト。愚かなり良いぞ。負けられないのです。クールクルさあ翼を広げるのです。愚かなり小さき被造物の玄関を試してみようではないか。俺が守るよ。覚悟した方がいいぞ。良いぞ。愚かなり良いぞ。カルナ、メルセデス、準備完了しました。良いぞ。愚かなり耐えてみせよ。良いぞ。未だに希望にすがるか。愚昧なる被造物よ。やめて。この程度だろうか。愚かなり。命令により力を解放します。敵を焼き払って。愚かなり。どうするのが良いでしょうか。子としての活動は不要、素材として活用いたします。良いぞ。これはもっとよく見せる。はい。愚かなり。良いぞ。やめて。負けられないのです。時間ですよ。来た。礼儀とは何たるか教えてやる。反逆のつもりか。さあ。これはカルナ、メルセデス、準備完了しました。愚かなり。愚かなり。治癒の力でお助けします。カリをキャー。カゲリ沼の鬼人のお邪魔しだぞ。愚かなり。耐えてみせよ。素敵なものか。何が望みなのでしょう。よい。愚かなり。待機中、命令を。カルナ、負けられないのです。今だけでも私に勇気を。どうだ。格の違いを見せてやる。響け。愚かなり。相手する価値があるのですか。では愚かなり。命令により力を解放します。やめて。やめて。すべては女神様のために。女神様。カゲリ沼の鬼人のお邪魔しだぞ。やめたまえよ。愚かなり。やめて。クリオン。カルナ、なものか。メルセデス、準備完了しました。ブレイジングブラスト。愚かなり。どうするのが良いでしょうか。よい。愚かなり。まだ壊れてくれるな。よい。愚かなり。治癒の力でお助けします。優しくすれば、ほら、治っちゃうのです。命令により、力を解放します。愚かなり。良いぞ。ひざまずけ。引き手をわきまえろ。愚かなり。まだ、あがくので。はい。時間の浪費は許さない。
愚かなり小さき被造物の玄関を試してみようではないか。反逆の負けられないのです。ごめんなさい、お待たせしました。よいぞ。待機中、命令を。カルナ耐えてみせよ。愚かない。愚かない。一体何が望みなのでしょう。するべきことをするだけ。理解や納得を得たいわけではありません。よいぞ。もっとよく見せよ。愚かない。これは命令により力を解放します。あなたから。そこまで。よいぞ。すべては女神様のために。お祈りの時間ですよ。愚かない。さあ。これは守るべきものがある限り負けるわけにはいかない。折れない意志を剣に乗せて切り開いてみせる。良いぞ。愚かない。どうするのが良いでしょうか。では愚かない。私が良ければなりませんね。カルナ、メルセデス、準備完了しました。愚かない。良いぞ。愚かない。恐れることはない。全てはいずれ虚無に帰る運命に。この程度だろうか。待機中、命令を。未だに希望にすられた愚昧なる被造物よ。はい、というわけでジオの攻略解説見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。正直むずすぎて、この編成を使ってもですね、何回かトライしないと成功しないと思いますし、他の編成でもね、あっさりいけるっていうこともね、あると思いますので、まあ、ぜひね、そういう方はコメント欄とかに書いていただければ、後続の人も助かるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。